はい、では、シビックテックオンラインアカデミー第12回ですかね、を開始したいと思います。今日のゲストは、瀬戸先生お越しいただいております。よろしくお願いします。パチパチ。よろしくお願いします。はい、瀬戸先生、まず簡単に自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、皆さん改めまして、こんにちは、私は瀬戸俊和と申します。所属は東京大学空間情報科学研究センター、ちょっと長い名前の組織ですけれども、そこで、特任講師をしています。専門は、地理学ということで、まあ、普段、地図とか、地理情報システム GIS とか、マッピングとかそういった研究をしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日テーマはですね、アカデミック分野から見たシビックテックということで、ちょっと前から、これは大変だなみたいなことを、Facebook とかでおっしゃってましたけども。はい。はい。というわけで、まず早速ですね、このテーマについて10分ぐらいプレゼンテーションをいただいてから、質問等を受け付けていきたいと思います。プレゼンの途中でもですね、皆さん質問事項とかですね、何か補足事項とかありましたら、チャットの方でいろいろ随時いただければと思います。後ほど読み上げて、質問していきたいと思いますので、では、よろしくお願いします。はい、じゃあ、画面共有をさせていただきますね。はい、今スライドが見えていますでしょうか。はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、じゃあこれで、始めます。このテーマはですね、関さんから、ご依頼いただきまして、いろいろ自分は何を、その特にシビックテックについて何を話せるかっていうのを考えたときに、いろいろこう実践の話とかもなくはないんですけども、むしろ、他の回でもですね、たくさん実践とか、そのシビックテックにまつわるさまざまなストーリーについてお話をしていただいているので、せめてですね、こう大学にいる立場から少しこう俯瞰的にこのシビックテックに関する、研究で見たときにシビックテックってどう見えるのかっていう話を、僕のその専門の地理学とかですね、情報であるとかその周辺領域からのお話をしたいというふうに思います。先ほど自己紹介をしたように普段は、本当に地図とかですね、マッピング、まさに関さんとの出会いはそういった地理情報関係の技術に関してのいろいろなそのコミュニティ活動でご応援いただいて、もう結構長いお付き合いですけども、そのバックグラウンドはそういうところでやっています、ね。はい、じゃあ早速始めますが、私が今所属している東京大学の組織、あるいは東京大学の空間情報以外にもですね、関本研究室という、まさに今僕はその建物にいますが、生産技術研究所というですね、研究センターの中で、いろいろこう今シビックテックとか、まさにデジタルシティといったような研究を一緒に取り組んでいます。今日はもうこれについては個別に紹介しませんけど、今ざっとですね、こういったプロジェクトに関本研究室の一員としても力を入れているということを、もしご興味ある方はまた、ご覧いただければというふうに思います。で、1個だけ、これ、半分宣伝ですけども、アーバンデータチャレンジというですね、まさにシビックテックが、その日本でもこう行動法ジャパンはじめ盛り上がってきそうだという2013年ぐらいからですね、アーバンデータチャレンジというのをずっと始めていまして、今年でそういう意味で足掛け7年目になりますが、今年もアーバンデータチャレンジというですね、コミュニティ育成型のコンテストかつ、年間の活動というのをキックオフしたいというふうに思っています。今年7月1日からということで、今年はなんと土木学会インフラデータチャレンジというのを去年、兄弟企画としてやったんですが、それとも合体してやるということで、もしご興味あればですね、どなたでもご参加できますので、お越しいただければというふうに思います。これについてもし後で質問あれば聞かせていただければと思います。はい、で早速本題ですけども、シビックテック、英語圏ではそのシビックテクノロジーっていう、ついでも言われているように、こういったキーワードは、2000
調べる限りだと2004、5年の段階でもちょっとずつ出始めてはいたんですが、まあ、あの Google スカラーで調べてみた限りでは2014年から過去5年間という意味で、まあ、こういった、Google トレンドで見るとですね、2016年、17年、18年って結構そのいわゆるバズった時期なんかもあったりしたり、あるいはアカデミックという意味では論文が、書き始められるのが大体2014年以降が多いんですけども、600件ぐらいすでにシビックテックに関する、まあ、論文であるとか、その学会発表であるとか学術記事であるとかそういったものが常にあるということになります。で、シビックテクノロジーに関する、まあ、なんていうんでしょうね、こうGoogle とかで検索されているトピックスについては実はフランスとかカナダとか台湾の順番に多くて、日本はでも8番目に多い、ということで、結構その多分、シビックテック活動でいろいろなこうブログとかですね、記事が書かれ始めた以降、日本その国際的にも結構盛り上がっている、一つではないかなというふうに思っています。で代表的なキーワードとしては例えばシビックテックトロントとかですね、多分トロントと聞いてピンとくる人結構いるかと思うんですが、Google がサイドウォークラボを作りましたけども、うん、まあ、そこに対して、まあ、はい、シビックテックの力でみたいな多分キーワードだと思いますが、そういうキーワードとか、あるいは多分フランスですけども、うん、ラ・シビックテックというようなですね、キーワードでも結構検索はされているようだと。で、まあ、特に多分ですね、ここ 3,4 年ぐらいインターネット界隈でもですね、非常に盛り上がってきているというのが、まあ、なんとなくのまず前提、知識としてですね、頭の片隅に入れていただけるとありがたいと思います。で、論文というですね、もう少し限定したそのキーワードで調べてみるとですね、論文検索の中でも Web of Science というですね、我々研究者がよく参考にするリポジトリがあるんですけども、まあ、この中に収録されている先ほどの、Google スカラーでいう600件のうち、その Web Science の58件が、論文として登録がされています。で、ここに出しているのはですね、それぞれの論文が書かれた分野の分布になっていまして、圧倒的にコンピューターサイエンスでのそのシビックテックに関する発表が多いということがお分かりになるかと思います。ただ、うん、この後ちょっと説明もしますけども、まあ、いわゆるポリティカルサイエンス、政治であるとか、面白いのがエデュケーション、まあ、教育分野とかですね、そういったところにも、うん、論文が、代表的な論文があるということで、まあ、特に代表的に引用されている、たくさん他の論文からもこのシビックテック系の論文が引用されているものを3つだけ紹介していますけども、こういったですね、キーワードで、まあ、研究がされているんだなというのが、まあ、なんとなくわかるかなと思います。で、シビックテックに関するキーワードとかですね、論文をざっと、概観した、結果ですね、まあ、こういった研究領域が今あるんじゃないかということで、まとめてみたのがこの図になりますが、まあ、やっぱり真ん中にはそのシビックテックっていう言葉の定義とかですね、まさにセオリー、理論とかフレームワークと言われるような、まあ、シビックテックをこう形作る要素に関する研究というのが、まあ、中心に当然あるんですけれども、まあ、むしろですね、まあ、皆さんも普段ですね、こう活動している、事例を紹介したり、あるいは研究発表でもですね、やっぱり事例研究というのは非常にシビックテックという概念を作る中で重要になってくるので、そういったケーススタディ、事例研究という左上のところに書いてある、こういったものが非常に、まあ、パイとしては大きい、ことになっています。まあ、特にシビックテック、といえば、まあ、いろいろこうアイデアソンとかですね、ハッカソンっていうのはもう欠かせないキーワード一つになってますが、ハッカソンに関する論文っていうのも実は結構あったりして、そういったケーススタディ事例研究というのが、まあ、一定の層がある。で、今これはスマートシティみたいなですね、キーワードでも語られるようになってきたので、まあ、もう少し、シビックテック活動からじゃあ都市をどう変えていくかみたいなですね、そういった領域に向かっているのかなということも感じさせて、うん、触れています。で、それ以外にも
まさに、これもシビックテック領域で今ど真ん中の、キーワードかと思いますけども、その政治とか行政とどう関わるか、それを変革していくかといった、まあ法学も含めたですね、法制度とか調達、資金調達とか含めて、そういった政治行政に関わるテーマもありますし、あと意外とですね、日本ではまだそこまで活発にされていないんじゃないかなというイメージも持ってますが、デザインとかですね、サービス設計といったような領域も、結構ですね、コンピュータサイエンスの中では、大手というかですね、かなりまあハイランクのカンファレンスの一つとして、CHI というコンピュータヒューマンインタラクションという分野があるんですが、うん、そこの学会では実はシビックテックの、セッションが、まあ、個別にあるぐらいですね、シビックテックが、ね、面白いかなと。あとは、まあ、これも、事例研究と並んでですけども、データ分析とかですね、アルゴリズムといった、領域があります。で、今のまあ図を、簡単にまとめて補足をするとですね、まあ、論文ベースでは2014年から台頭してきているということですが、まあ、一方でですね、僕ももともとの専門がそうなんですけど、市民参加型研究とかですね、市民参加論という、いわゆる社会科学で今まで取り組んでこられた、ところの延長線上で、まあ、このシビックテックとかシビックエンゲージメントの取り組み事例が、まあ、研究されているということも一方では当然あります。まあ、サイエンスの分野、あるいはエンジニアリング工学の分野でいうシズンサイエンスとかですね、パーチシテートリーセンシングというそれぞれキーワードがあるんですが、まあ、こういう言い方をされているシビックテック活動の事例研究もあります。ただ、まあ、やっぱり大きく今まで その市民参加論っていう立場では説明できない要素としては、まあ、やっぱり情報技術の台頭というところであったりとか、まさにエンジニアがですね、こう社会参加をし、行政とこうパートナーシップを結んで、場合によってはその町の、あり方を変えていく、まあ、地域課題を解決していくというところにも入ってきますので、まあ、そういった今までのこう市民参加論ではとてもこう説明できない要素というものをどう紐解くかというところで、やっぱりシビックテックでは非常に注目をされているのかなという感じです。で、まあ、いろいろ論文がありまして、もうざっとここら辺は紹介しますが、これは、プロキュアメントっていうふうに書いてありますけども、まあ、調達ですね、日本では、なかなかこの分野ってまだ難しい部分がありますけども、まあシビックテックの活動を通じて、まあ、行政が例えばサービスとかですね、サーバーとか、そういった ICT 系の技術の、まあ、サービスを調達するときにですね、どうシビックハッカソンが使えるかといったような研究が実際にあったりとか、あるいは、アプリケーション開発をこう、まさにハッカソンとかでやるんだけども、まあ、最初何のこう、考えもなしに進めるとやっぱり失敗して、まあ、ちゃんと制度設計とかですね、サービスデザインとかも一緒に考えながらやると、まあ、成功するよっていったようなそういった論文があったりとかですね、あるいはこれポリティカルシンポジウムって左上に書いてますが、まさに政治行政分野で、こういったキーワードで議論が始まっていたり、本当にさまざまな分野でシビックテックが、まあ、研究対象としてですね、盛り上がってきているということが分かるかと。これがサービスデザインに関する論文で、データデザイン&シビックスというふうに書いてあるので、うん、まさにデザインが、サービスデザインが非常に大事だということを示した論文の一つですが、そういうキーワードもあるということですね。で、もう一つデータについては、まあ例えばハッカソンで、作成されたアプリケーションを分析するといったような論文もあるんですけども、一方で、まあ、これシビックテック界隈でもですね、注目されている方おられると思いますけども、オープン311というですね、うん、市民からのその非緊急性通報とかコミュニケーションツールとして、まあ、もともとシカゴとかですね、サンフランシスコ、ニューヨークで、積極的に取り組まれて、まあ、日本ではFix My Street Japan であるとか、まあ、手前味噌ながらの千葉レポとかですね、マイシティレポートというような、まあ、プラットフォームがありますが、この、データを使った分析というのがですね、実は結構このオープン311に特化した、キーワードで、分析されている論文だけで400件ぐらい、さっきのシビックテックに
あるので、この分野は結構ですね、すでにやっぱり大量にオープンデータになってるということも特徴だと思うんですけども、うん、まさに機械学習とかですね、深層学習、あるいは、その地域での、そのレポーティングがどこでどのぐらい今後ありそうかというですね、将来予測なんかも含めた、論文が結構出てきている。まあ、これはこれで多分1時間ぐらい話すネタがあるので、また今日には質問通してください。で、そういうわけでですね、シビックテック研究いろいろ、今花開いてきてるんですけども、先ほど説明をしたように、組織論とかですね、ツールあるいはデザインのあり方みたいなことは結構大きな、今後特に大きなトピックスになってくるんじゃないかなと、うん、でそれに対してじゃあ、いわゆるシビックテッカー、市民側ですね、エンジニアさんであるとか、その市民サイドがどう関わるかというところも当然課題にはなってるんですが、一方でそういった活動を地域でする場合での、その行政のサポートがどういうふうに必要かということも、いろいろこう、特に社会科学の中ではですね、議論が始まっていて、そのオープンデータ無料と捉えられがちだが、実際に費用とか手間かかってるというような、バックグラウンドであったり、ハッカソンの後どうするよみたいなですね、そういった、結構世界的にも、日本だけの課題なんじゃないなっていうのを非常に意識をしています。あるいは、これ非常に難しいんですけども、じゃあそのシビックテックの活動をした前後 の、 その社会的な影響をどうやって測るか、評価するかっていうところはすごくやっぱまだ難しい部分で、ここにもちょっと書いてありますが、費用対効果とかですね、事例研究で分析をするとしても、それをじゃあ他の地域とか他の国に簡単に適用できるかどうかっていうところはまだ難しい部分があるので、そういったその社会的な影響力評価というところは結構まだ国際的にも決めのものはもちろんありませんし、計測が難しいというような論評も出ているので、ここは逆に言うとアカデミックというかですね、本当は研究者がちゃんと取り組むべき内容なのかもしれないなというふうに思っているというところです。うん、で、こういう財団とかですね、シンクタンクとかも報告書を作っていたり、研究の一例、これスピーカーデックっていうですね、スライドシェアのサイトにも全部出してますので、細かいところもしご興味ある方はご覧いただければと思いますが、海外でも一例挙げるだけでもこんだけありますし、日本でも最近シビックテック関係の本書籍が読めるようになってきました。未来政府から始まって、まさにドンピシャンタイトルで2冊刊行されていたので、こういったところも興味のある方は参考いただければというふうに思います。で、日本のじゃあシビックテックどう進んでるんだろうっていうのもですね、興味がいろいろ調べてはいるんですけれども、やっぱり日本ではですね、活動と同時に研究者としてもスタートしているという部分があるので、まだそういう意味でこう花開きつつあるかなというぐらいのところではあるんですけども、結構ここに今ダーッと調べただけでも10本くらいはあるので、そういった研究者間のネットワークみたいなのを今後ですね、ぜひいろいろ作っていけるといいかなというふうに、考えています。ということで、一旦すいません、ちょっと時間が超過しましたけども、前半戦、ということで、説明をさせていただきました。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。まずは、パチパチ。皆さん何か、質問等ありましたらですね、チャットの方で書いていただければと思います。コメント早速入っています。これは、大西くんですね。先ほどの論文の、書いた研究、論文の中にも、大西くんの書いた論文。はい。が1個入っていましたけれども、ソーシャルインパクトをどのように測るかという部分は、コードフォーアメリカサミットでも大きなトピックになっていましたと言っています。今コードフォーアメリカというのが出てきましたけど、アメリカはかなり進んでいるなと思ってたんですけれども、実際進んでると思うんですけれども、研究論文の数でいうと、先ほどそのオイジュの中にはアメリカ入ってなかったんですけど、その辺は実践の方が進んでいる感じなんですかね。あ、もしもし。あ、もしもし、聞こえますか。大丈夫です。そうですね。
国別ではですね、あんまりちょっと今回は調べられていないんですけども、まあ、アメリカというかですね、英語で、英語のそのアメリカに、所在する学会に、学会で、まあ、出版された論文というのは一定数確かにあると思います。ただ、いわゆる、例えば、なんて言ったらいいんだろうな、その、論文発表する研究者が所属している組織でいうと、いやもちろんアメリカの大学は一定数あるし多いと思うんですけども、ただ、はい、アメリカが特化しているかというと必ずしもやっぱそうではなくて、先ほど、Google トレンドの方で取り上げましたけども、フランスであったりとか、まあ、ヨーロッパも非常に研究者が、利用しているので、はい、そういう意味ではあんまりなんかアメリカに偏ってもいないかな。一方でシンクタンク系の報告書はそのマイクロソフトリサーチであったり、例えばナイト財団とかですね、ナイトファンデーションであったりっていうのは結構やっぱアメリカ系のことが多いので、シンクタンクのやっぱ報告書系は出てるものが多いかなと思います。そうですよね、ナイト財団とかのレポートは結構かなり初期の頃に市場規模を測ってみたりとかやってましたよね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、なんかその社会実装の話、シビックテックって、で例えば台湾の人が日本に来た時に踊りタンさんに話をインタビューしたことがあるんですけど、踊りタンさんは3年ぐらいアメリカにいたんですね。でそこでいろんなそのいわゆる社会学系の人たちとテクノロジー系の結びつき、オープンソースコミュニティとか、あとスタートアップとかそういったところの結びつきみたいなものが、かなり自分に影響を与えたと言っていました。だからそういう意味でその、いわゆるなんかそのそういう混じり合いみたいなもの、その情報科学と、社会科学みたいなところの、混じり合いがすごいこう、アメリカの方が、なんか、ちょっと一歩進んだのかなっていう認識があるんですけど、その辺、日本の研究者としてはどう感じていますか？そうですね。いや、もっとそういう意味では、社会科学を含めて、いわゆる、文系理系というふうにセグメントを分けることが正しいかどうかはあると思いますけど、その本当にまあシビックテックに、関わって今まで全然やっぱり知らないと言われるような社会科学であるとか、人文系 の研究者の方ってもっと本当は関わってほしいなと思います。そういうオードリー・タンさんがおっしゃったようなそのパーソナルネットワークってまさに社会学のど真ん中の研究領域でもあります、まあ実際にはもしかしたらそういう研究ってその日本語とかでもされていて論文も発表されてるかもしれないんですけども、やっぱりそこにこううまく僕もアンテナがまだ狭いのかもしれませんけども引っかかってこないということはどこかでそういうズレというかですね、興味とかそのキーワードのズレみたいなのはあるかもしれないので、とかでもやっぱり地域で活動を続けていく上で社会の実像とかですね、実態っていうのはやっぱり、そういう社会学であるとか、はい、ありがとうございます。ちょっとこちら。こちらがいけないのか、すいません、ちょっと今、瀬戸さんの方が落ちちゃってるのかな。皆さんは聞こえておりますでしょうか。もしもし。あ、聞こえてます。なんか皆さん、質問とか感想とかあれば、気軽に書いていただければと思います。よろしくお願いします。ちょっと待ちましょう。瀬戸さんが戻ってくるの。
今日は18名今のところ参加いただいておりますね。ちょっと瀬戸さんに。あ、もしもし。聞こえるようになりました。あ、よかったです。はい、大丈夫ですか。はい、はい、すいません。はい、はい、で、オープン311の論文数に驚いたんですけど、はい、オープン311って基本的には、でもアメリカ以外も使われているフォーマット、ヨーロッパとかでも使われているんですか。そうですね、実際に1回調べたことがあるんですけども、それこそスペインとかでも結構スタンダードに、うん、今、はい、2016年ぐらいに調べた限りなので2019年時点でどうかわからないですけど、はい、ヨーロッパも結構スペイン以外にも、はいはいはい、だったかちょっと忘れちゃいましたけど、東北欧系でも何カ国か確か使われていたので、そうですね、そういった研究はあります。で、実際そのヨーロッパのその地域のオープン311を使った研究だけじゃなくて、ヨーロッパの研究者が、はい、シカゴとかそれこそニューヨークのオープン311の、ダンプデータ、はいはい、そのアーカイブのデータを使って研究をするってことも当然あるので、やっぱりそういったデータがちゃんと API 化されていたり、大規模にオープンデータとして誰でも使えるようになっているっていうのは大きいと思います。そうですよね、やっぱりフォーマットが揃っているので比較とかもしやすいですよね、うん、自治体間の、うん、日本でも広がっていくといいですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、他の質問に、ちょっと行かせていただきますけれども、実際なんかこれからその研究、このテーマで研究する人たちっていうのは日本では増えていくんですかね。正直なんか日本の研究者ってそんなにいないっていうか、先ほどの論文も知っている名前ばっかりみたいな感じなんですけど、なんか裾野が広がっていくとか、そもそもこういう分野自体がなんかこの研究者増えていくようなイメージはあるのかどうか。はい、 ありがとうございます。イメージがあるのかどうかというのもそうですし、まさに増やしていかないきゃいけないかなというふうに思っています。で、それはシビックテックっていう、まあ、活動自体のこう活動自体を、まあ、さっきの社会的な影響を評価するって話もありましたけども、少しこう俯瞰的に、まあ、もちろん当事者として関わるっていうのも非常に大切だと思いますけども、一方でもう少しこう研究者ならではの視点として俯瞰をして、まあ、ちゃんと客観視をした上で向かっていく道がですね、その、例えば、まあ、Code4 でもいろいろなコミュニティでも活動されてますけど、そのコミュニティにとっていいことなのかどうかっていうのですね、まあ、客観的な視点でちゃんと分析をする必要というのもあるでしょうし、あるいはそのシビックテック活動をせっかくいろいろな地域でもやっているので、まあ、そのノウハウ自体もちゃんとやっぱり事例研究を積み重ねた話がありましたけども、評価をしたり、まあ、そのノウハウ自体も、次の研究に生かすっていう、ことをぜひしていかなきゃいけないかなと。あとはこのオープン311の研究ではないですけども、まあ、今までそのシビックテック活動でせっかくみんなでこうたくさん時間を使って、作った、まあ、プロダクトであったり、まさにデータといったものが、まあ、シビックテックに直結しないかもしれないけども、その先の、まあ、まさに今機械学習とかではデータ足りないとかって言われてますので、まあ、そういった応用分野に使われてくるというのも、まあ、地域でせっかく集めた動画なので、まさにシビックテックの本流なのかなと。まあ、そういう意味で研究者ネットワーク作れたらいいなみたいなのを最後ポロッと話題提供と言いましたけども、まあ、僕ができる範囲でこういったその活動を学会とかで、まあ、紹介をしたりとかですね、シビックテックに一見こうピンとまだ来てなさそうな分野のそれこそ学会とか、まあ、そういったサークルとかに足通うっていうのはやっぱり必要なのかなというふうに思って、はいはい、で、まあ、去年は都市計画学会で
あのアーバンデータチャレンジの研究発表したんですけど、そこでやっぱりシビックテックって言われ初めて来ました、うん、こんなことやってるんですよみたいな評価があったので、はい、全然違う分野にこうみんなで乗り込んでいくのを、はいはい、あのぜひやりたいなと思います。はいはい、なんか僕としてはあの例えばアクティブラーニングとか流行っているじゃないですか、はい、やっぱそういうのの一つとして地域に入って、まあ、学生が研究室の中でいろいろこう実際に学んだことをあの使ってみるとか、まあ、データ分析してみるとかですね、まあ、そういうあのフィールドの中で、自然とシビックテック的なことに関わっているみたいな感じのなんかできていくといいなっていうふうに思っています、うん、聞こえているかな、はい、はい、大丈夫ですか、ね、聞こえてますかね、反応がなくなってしまった瀬戸さん、瀬戸さんの声が聞こえなくなってしまった。はい、また直してしまいましたということなので、一旦ちょっとコメントを読んでいきましょうか。あ、もしもしすみません。お、入ってなんで、ね、ああ、よかった。はい。なんでなんですかね。ちょっと一回カメラを。進めましょうか。大丈夫ですか。はい。あ、カメラオフにしてみるといいかもしれないですね。確かに。もしもし。はい、もしもし。つながらない。あれ、ダメですか。あれも回線はこちらの回線は、あの研究所のものを使っているので非常に早いはずなんですけど、はいはい、回線は大丈夫なはず、なんか PC の問題ですかね、今もあれですか、したらちょっと UD トークは使えなくなっちゃいますけど、スマホで入っていただくのがいいかもしれないですね。もしもし。ちょっとじゃあ、もしもし。あ、もしもし。あ、はい、はい、失礼しました。どうも。聞こえますか。はい、はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですかね。はい。最後話してたのは、あの、そうそう、アクティブラーニングとか、そういう中でもっと学生が、うん、あの、活動してくれるといいな、っていう話をしていました。はい、いや、まさに、そうですね、あの、アクティブラーニングでも、今、その、どういう、キーワードとかトピックスでそのアクティブラーニングをしていったらいいか、まあ、もちろんさ、アクティブラーニングの方法論を研究されている方っていうのも一定数おられると思いますけど、はい、まあ、大学とかでもですね、今こう社会連携とかですね、アクティブラーニングというキーワードで結構いろいろな講座はあるんですけども、そのフィールドがやっぱりこう大学の先生だったら見つけられなかったりとか、あるいは面白いと思っていてもそれが地域になかなかこう受け入れられなかったりっていう、はい、あの悩みもあったりするので、うん、まあ、そこを一緒にこう Code for Japan とかですね、 Code for の各コミュニティと、まあ、コラボレーションしてやれると、あの大学の先生としてもですね、もっと本当は地域に出ていかなきゃと思っている方もいらっしゃるので、あのそういうところで共同できるといいかなと。で、そうですよね、あの本当に各地の Code for はそういうそのいわゆるこう緩衝材というかですね、うん、お互いの間に入れる存在になるんだろうなと思っていて、あのやっぱりこう地域としても毎回こう0から1
学生の研究に付き合うとかいうのは結構大変でしょうし、うん、先生側 もやっぱこうそのいろいろやらなきゃいけない中で、うん、その地域との意識合わせをするの大変でしょうし、そこでまあ間をつなげて、うん、ちゃんと積み重なっていく部分を、うん、コード4がやれるといいなぁなんていうふうに思ったりはしています。そうですね、まさにコード4の、コーディネーターの皆さんが、まあ、もちろん大学の先生が自らコード4をやってらっしゃる方も一見です、はい、日本にいるっていうのは結構それはそれで僕は、はい、アメリカとかヨーロッパの国でいくつか活動も見ましたけど、大学の先生が自らやってるって確かあんまりないかもしれないので、日本ならではの特徴かもしれないなと思います。はい、はい、確かに。まあ、各地のコード4、確かに大学の先生が入っているコミュニティも結構あるし、今日チャットの方にも白松先生が入っておりますけれども。はい。結構頑張ってやられてますので、うん、コメントが入ってまして、以前参加した人工知能学会の市民競争地研究会などは、外部とシビックテックが混じり合ったとても素敵な場だなと感じましたということです、うんうん、そこはまさに平松先生のあれですね、ご専門でもあるので、もうガンガンはい、はい、やっていい、素晴らしい、素晴らしい。次回は松江で7月12から14日にやるとですね。これ白松さん、ぜひ詳細を HackMD に書いておいていただけるとありがたいなと思います。そうですね、こういう場がどんどんできていくといいですね、うん、あとコメントとして、論文も市民参加型で楽しく執筆して完成させたいですねぜひ、いいですよね、なんかみんなで書くっていうのも面白いですね。共同研究者募集いいですね、うん、いい。一応研究のそのトピックで3つぐらい書いてみていただいていて、はい、最後のその評価の部分っていうのは、うん、まさに研究者じゃないとやれない、まあどっちかというと各地のコード4は実践者だと思うんですけど、うん、そこをちゃんと定量的に評価するとか比較可能な形にするみたいなのは研究者の得意な領域だとは思うんですけど、で一方そのインパクト投資とか、ソーシャルインパクトボンドとかいろんな、指標作りみたいなのが始まっているわけですけど、そこら辺でちゃんとシビックテックの活動がいい形で評価されてている事例って何かあるんですかね。そこが僕もまだもやっとしていて見つけられていないというのが現状です、うん、ただ、まあ、失敗例ではないんですけども、やっぱり先ほどのスライドで、オープンデータのシビックアップスファーストジェネレーション、うん、っていう副題が書いてある論文なんかも、やっぱり初期のこう失敗例をどう乗り越えたかっていう部分について、こちらは定量というよりは定性、質的な研究に なってはいるんですけど、そういったなんか失敗例からどう改善したらいいかっていうサジェッションするような論文はいくつか出てきているので、まあ、当面はそういったところを参考にしたり、まあ、あるいはもちろんソーシャルインパクトボンドとかですね、ソーシャルインパクトファクターを、適用してみますみたいな事例もいくつか出てきているので、まあ、そういった基本というかですね、他の、定量的な指標を使ってシビックテック活動を見てみるみたいな研究ももしかしたらあるのかもしれない、うん、なるほどなるほど、そうか。まあ、そもそもやっぱそう、僕も自分で言いつつすごい難しいなと思ってるんですけどねなんかシビックテック活動を正しく評価するって、はい、ちょっとお伺いしたいのが、その各その他の例えば、ニューヨークのサービスデザイン室みたいな話を聞くと、
結構学生の頃にサービスデザインやっていた学生が、そういったところに入って、いろんな活動をしてで、まあ実際成果を出したりしているんですけど、その辺なんか日本だとあんまりそういう学生がサービスデザイン行政を手伝っているみたいな話は聞かないなと思ってるんですけど、その辺ってどうなんですかね、サービスデザイン領域の研究者っていうのはいっぱいいるんですか、日本には。サービスデザイン自体は多分公共政策の分野であったりとか、まあ、社会科学の中でも、まあ、割とこうデザイン寄り の領域の研究者は一定数いると思いますので、おそらくですね、まあ、そういったデザインの分野に限らずですけど、今、まあ大学でも結構そのインターンシップっていう意味で企業とか、まあ法人格があるその社団法人とか NPO に派遣して、まあ、なんかそこで少しこう研究かつ社会実践とかやる出てきてると思うんですけど、あと自治体にじゃあそれがどのぐらいまずそもそもあるかっていう話と、まあ、ちょっとそこ自治体に行くとして、やっぱりちょっとこうシリップテック的なニュアンスで、プロダクトをプロトタイプで作るとかですね、そういったところが確か制度的にまだあんまりされてないんじゃないかなっていうことは、まあ、むしろそういう場をなんだろう、大学から言うべき、そういうふうにこう提案するべきなのか、もうちょっとこういうやり方があるんじゃないかっていう、まあ、ところを、そのシビックテックのコミュニティの皆さんにお手伝いをいただくとか、そういうなんか、まあ、コードフォージャパンでもフェローシップとかやってらっしゃいましたけど、はい、そういう評判は全然ありかなと。そうですね。そうそうそう。神戸市の中で一緒に活動している砂川さんはサービスデザインを海外で学んできたんですけど、すごいこう盛り上がったのが、そのやっぱ行政の中でそのサービスデザインラボみたいなのを作って、まあ、そこに学生とかあと社会人で学びたい人とかも含めて入って、いろんな課題を解決するサービスデザインの手法を使って解決する実践の場みたいなのを作れたらいいねみたいなのを、そういえば盛り上がったのを思い出しました。実際海外ではそういう大学の研究室と一緒にサービスデザイン のフィールドとして自治体が入るみたいなのはやったりしてるらしいんですよね。そこは日本でもっとやっぱり当たり前のように増えてくるといいなと。そうですね。ちょっとそれは考えてみたいですね。ありがとうございます。はい。大西さんからですけれども、アクションリサーチのような形での研究もやはり難しいのでしょうか。実践の場にいるので何かお手伝いしたいですと。コメントですね。なんかぜひ場を作りたいですね。わかりました。なんかこれから学びたい学生とか、シビックテックを研究材料にしたい学生とかっていうのは、そもそもどういう道があるんですかね。なんか結構多岐にわたるじゃないですか、関われるものが。何が一番インパクトあったり、その研究として面白い領域になってくるのかな。まあ、答えにくいかもしれないですけど、ふわっとした質問で。そうですね。まあ、ただいきなり、じゃあ、その、社会を変えるっていう、まあ、最終的なゴールまでいけるかどうかっていうのは、まあ、その研究する期間、その、フィールドする期間の長さにもやっぱり寄ってくると思うんですけど、まあ、やっぱり、せっかくなので、その、まあ、それぞれ その学生さんが持っている、まあ、スキル、まあ、それはプログラミングっていうのも多分一つ大きな武器になると思いますし、まあ、さっき そのデザインとかですね、サービス、設計みたいなところも、多分武器になり得ると思うんですけども、そういったなんか、まあ、ツールを活かして、まあ、まずその実装してみるっていうところで、
まず何が作れるか。で、それを作ったときに、じゃあ、そのシビックテックの、まあ、地元のコミュニティであったり、まあ、その自治体であったりがどう受け止めるかっていう、まあ、あの事前事後の、まあ評価みたいなところをちょっとやらせてもらって、はい仕上げるっていう、まあ、なんかその例えばあのアート系の大学だと卒業制作じゃないですけども、はい、まあ、その一環でこうシビックテックに関して、まあ、何らか そのプロダクトなりサービスなりっていうのを、まあ、自分で企画して作ってみるっていうところは、まあ、学生 その、学部生なのか修士なのか博士なのかっていうランクもちろんあると思いますけども、うん、なんか学部修士ぐらいであればそういうのをやってみても面白いんじゃないかなと、まあ、博士ぐらいだと確かにあの、はい、さっきのインパクト指標をぜひ開発して驚かせてほしいんだけど。確かにね、はい、本当指標を作ってほしいですね、誰かに。あの、うん、ソーシャルインパクトボンドとかああいうのはかなりこうスペシフィックなもので経済効果が測れそうなもののモデルとかだったら作れそうな感じなんですけど、うん、ちょっとねシビックテックだと幅広いですね。うん、それはぜひ、なんか本当にこれをシビックテックの論文どんどん増えてきてほしいですね。うん、ありがとうございます。あとは、なんかその今後瀬戸さんはどういうところに注目、今後の研究としてはどういうことをやっていくと考えですか。はい、ありがとうございます。やっぱりそういった社会的な影響、あの事前事後みたいなことはあの当然やりたいと思っていますし、あの、まあ、あのアーバンデータチャレンジもあのそういう意味ではまさにこうシビックテック活動がいろいろなそのなんていうんでしょうね、ステークホルダー、まあ、あの大学の先生なのか学生さんなのか、市役所の職員さんが自ら変えたいと思ってる、そういうステークホルダーがすごい多様なので、その多様さに応じてどう活動がそのデザインされていくかというところに非常に興味があるので、まあ、それはそれであの続けて引き続きやっていきたいと思ってるんですけども、その、まあ、今後少しこう短期ではなくて中期的あるいは長期的な視点に立ったときに、まあ、あのやっぱり、まあ、評価指標もちろん大切だと思うんですけども、そういったその最終的に何を目指すかというところで、まあ、これも今ちょっとバズワードっぽく言われている部分もあるんですけど、まあ、やっぱりスマートシティ×シビックテックに対してどう向き合うかっていうのは少し時間をかけて考えていきたいなと思っています。でこれはあのシビックテックっていう、まあ活動であったりツールであったりコミュニティであったりっていうのがこうスマートシティに対してどう、まあ、貢献できるかっていう視点でも見たいと思ってますし、逆に、スマートシティっていうのは進むにつれてそれに取り残される住民がいるんじゃないかみたいな、こうスマートシティ批判みたいな論文なんかも結構海外で出てるんですけども、まあ、それに対してどうそのコミュニティであるシビックテックが間に立ってこう寄り添っていけるかっていうところはちょっとこう批判的な視点からもう少しあのシビックテック その領域が本来乗りその、スマートシティに乗り越えなきゃいけない部分、あの特にテックの部分をどうあのカバーできるかっていうのはすごく興味があるので、うん、まあ、そういったところはちょっと真剣に考えたいなというふうに思います。うん、確かにあの結構やっぱスマートシティ文脈だと Google のトロントの事例がなんかすごく、うん、あのテクノロジーでの理想的な都市みたいなのをあの進めようとしつつ、地元からはすごくこうセキュリティとかプライバシーとか、うん、まあ、そういったところの懸念が噴出してちょっと大変みたいなニュースになってましたけど、うん、やっぱその市民をどう巻き込んでいくかっていうのは非常に大事なファクターですよね。うん、それってでもこれまで例えば日本でいう、いわゆるコミュニティデザインみたいな感じで、はい、合意形成の、その、テクニックというか、手法みたいなものは割と日本でもいろんなことが行われてきていますよね。で地域によってはすごくうまく、はい、
合意形成をしてきているところもあるので、まあ、逆にそういったところにテクノロジーを混ぜていくみたいな形は、あの僕としてはなんか興味深いなと思っています。なんかやってみたいなと。はい。あと、あの、アーバンデータチャレンジ自体も、はい、なんか、いわゆるこう、研究発表の場みたいな雰囲気もあって、面白いなと思っていつも見ています。ありがとうございます。そうですね、あの、作品だけじゃなくて、いわゆるアプリとかですね、完成された作品だけではなくて、あの途中経過も、そういう意味ではウェイクアップとかとしてる。でも実際に、やっぱりそういう、あの、アバネスチャレンジやっていると、途中経過も、それはそれですごい大事だなと思っていて、うん、完成された作品はもちろん、そういう意味ではもうすぐ、その、例えば、商用サービスとかに使えそうとか、自治体で取り入れられそうみたいなものもあるんですけども、あの、さっきのこう失敗から学べるところみたいな話で、やっぱりその活動の経過もこう、積み隠さず、こう、プレゼンテーションに、その、してもらえると、うん、じゃあ、あ、ここをこう改善すればできるのねとか、あるいはこう、シビックテックやとか、まあそういうオープンデータの活動を始めてみたいんだけども、やっぱり何からやっていいかわからないっていうのは、これずっと、あの、アーバンデータチャレンジ僕らがやり始めてからも、その常に質問があると思うんですけども、そこに対して、そう、いろんなこう、ソリューションを、紹介できるというところでは、すごく、あの、ありがたいなというふうに思っています。うん。逆に言うと、ちょっとそういった、あの、各地の事例の情報発信をもうちょっと、あの、実行委員としてはやっていかなきゃいけないと思っているので、今年は、あの、いろいろ、その、仕掛けをですね、今考えているんですけど、あの、情報発信がうまくできるように、どんどんしていきたいと思います。確かに。あの、本当にすごく、あの、地域でやっている人たちも、もう発表の場としてすごく、あの、いいなと。いいんだろうなと感じています。なんか、その出す場とか、そのゴールがあることによって、頑張れるみたいなところもあるので、うん、特に各地のコード4もそうですけど、なんかあの場っていうのは貴重だなというふうに感じています。まあ今年も楽しみですね。どんどん広がってますよね。そうですね。はい。去年で一応こう47都道府県、1箇所ずつ立ち上げるっていうのは一応達成したので、まあ、第2期で引き続き参加、もちろんいただける拠点も多いんですけども、改めて、まあ、毎年あの、公募というか応募し直してもらってるので、全然、今までこう、お付き合いがなかったような、その、コミュニティだったり、まあ、大学とかですね、あの、自治体さんから、あの、やってみたいですっていうふうに、もう実際にいくつかあったりするので、またあの、こう、入れ替え戦じゃないですけども、シャッフルがあって、それはそれで、あの、面白いと思います。で、今年は、特に、あの、学会とかですね、そういった、さっきの土木学会の話しましたけど、そういった、少し周辺領域のコミュニティとも、あの、連携して、うん、そういった重点分野みたいなのを作っていきたいと思っているので、まあ、そこで、ちょっとあの、テーマとかデータの掘り下げも同時にやりたいと思います。うん、ありがとうございます。そもそもの話をしてもいいですか？はい。あの、瀬戸先生は、まあ、割とずっとシビックテックとか、あと、まあ、その GIS 系でも参加型のいろんな、その、研究をされてると思うんですけど、はい。何が一番魅力と感じてずっとこの研究されてるんですかね？ああ、そうですね。なかなか、こう、難しくて深い問いではあるんですけども、あの、実は、もともと、僕自身は、その関さんとあの知り合う前は、里山活動の研究をしてた。まあ、それも、ある種、コミュニティ形成とか、そういったコミュニティ活動の研究だったんですけども、あの、僕としては、その、いろいろこう、紆余曲折はありながら、ずっと、あの、そういうの、学部の頃からコミュニティに関する研究をやってるというふうに、一応こう、筋は通しているつもりで、やっぱりあの、いろんな、
こう、まあ、オープンソースもそうですし、OSM みたいなそのデータ、みんなが使えるデータもそうですし、まあ、シビックテックのようにみんながこう共通のゴールに向かって、活動をいろんなそのアプローチでしていくっていうことによって、まあ、あの自分の身の回りが変わっていく、あるいはその地域自体が変わっていくっていう、まあ、そういうプロセスをやっぱりその見たい、ちゃんと、まあ、研究者としても見たいし、まあ、実践としてもそういったその、うん、なんかこう楽しく活動している様子っていうのをなんかもう、まあ、眺めていたいなっていうのはちょっと言い方悪いかもしれないですけど、まあ、時には一緒にもちろん関わってやっていきたいなっていうのはやっぱりずっと変わってないなと思って、それがやっぱり今そのシビックテックとか、まあ、参加型 GIS のようにテクノロジーを使ってやっぱりなんか今までできなかったことが少しこう2歩3歩進めるようになるし、なるっていうのは非常にやっぱり嬉しいし、それに関われる人の数っていうのが今までこうなかなかその現地に行けなかったような、まあ、あの遠隔地からも参加できるとか、まさに聞いてるんですけど、そういったことができるようになってきたっていうのは、やっぱりこうシビックテックならではの、あの、まあ、現象だなというふうに思って、今、特に注目しているということですね。なるほど。ありがとうございます。そうか。うん、コミュニティ、まあ確かにいろんなツールが、あることによって今までできなかったことっていうのはどんどんできるようになってきているし、そのスピードはこれからもどんどん上がっていくんでしょうね。ありがとうございます。ソーシャルハックデーも全国から参加者がおられますね。と言ってくださないってコメントが入っています。はい。はい。そろそろ時間なんですけれども、最後にですね、その研究者コミュニティみたいなのができたらいいなというふうにおっしゃっていましたが、はい、ぜひ作れるといいと思っているんですけど、はい、まず何からやりましょうね。じゃあコードフォージバンサミットの中で1個セッション入れましょうか。おお、素晴らしい素晴らしい。確かに研究者が集まって何かするみたいなのはやれるといいですね。ああ、でも、もちろん、ありがとうございます。もちろん、やっぱり学生さんも、ぜひ、機動教員の先生は連れてきていただいていたら。そうですよね。Code for Youth もあるので、そうですね。なんか、うまくつながって、研究者ネットワーク、お手伝いしますとコメントがあります。参加したいって知らなかったのは、むしろ企画者側一緒に。確かに、企画者側で入っていただいて。そうですね、うん、なんか研究者自身がそうやってもっと興味を持って増えてくれるという話と、あとはやっぱりそのシェンワースさんがちょっと書いたように、あの普通の人も別に要は先生とか学生じゃなくても研究者になればいいと思ってるんですよね、うんうんうん、だからそういうその普通の人もどんどん論文書くとかですね、なんかそんな場にもできたらなと思ってますので、ぜひ一緒に企画できればと思います。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、もう時間になってしまいました。まあ、最後の最後、本当の最後ですね。ちょっと簡単にですね、この、アカデミーに参加して講師やってみて、どうだったかという感想をいただいて終わりたいなと思います。いかがでしたか？はい、ありがとうございました。今回、そういう意味で、僕がこのテーマでまとまって話すのが実は初めての、テーマだったので、改めてご依頼いただいてから調べることが非常に多かったし、頭の整理もそういう意味でできましたし、まあ、次にやるべきことも見えてきたというところで非常に楽しかったです。ちょっと回線とかですね、事情が悪くて申し訳なかったですけども、ぜひスライドも公開していますので、いろいろこうツッコミとかですね、むしろ共同研究とかぜひ一緒にやらせていただければと思うので、まあ、そういう場も含めて今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、配信は以上で終わりたいと思いますが、参加された皆様にお願いです。HackMD という、サイト、皆さんご存知だと思いますけど、そこにですね感想を書く欄がありますので、もしよかったらですね、今日参加した感想を HackMD の方に残しておいていただければありがたいなと
というふうに思います。それでは、Z 先生、今日は、大変お忙しい中、大変楽しい話をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは終了したいと思います。皆さんからもコメントをいただいております。ありがとうございます。それでは、切ります。どうもありがとうございました。失礼します。